騒がせた銀行員半沢直樹。そんな半沢とは全く関係はないが、人に反省を強要する土下座マニアの男がいた。その男の名は半省沢直樹。していただきたい。何を言ってるんだ君は。あなたたちが土下座をする相手はこの人です。中和田常務、大林さんは中和田常務に対して大変ご立腹だそうです。間違いありませんね。はい、間違いありません。ご説明いたしましょう。昨年開催されたフジテレビの春高バレーで、中和田常務、あなたは大林さんと一緒に中継レポートをするはずでした。にもかかわらず、あろうことかあなたは寝坊をして中継に間に合わなかった、間違いありません。マジで知らんな、知らんな、寝坊するなんてするわけないじゃないか。それに加え、マネージャーにこのことはあまり言わないでね。工作までしたそうじゃないですか。僕らしたことあるだろ。そんなわけはない。本当なのか。本当です。歴代ジャニーズのバレーボールサポーターとお仕事をさせていただいてまいりました。お世話になっております。はい、ありがとうございます。寝坊で生中継入り中を飛ばすというのは初めてのことでございます。はい。どこにいたんだ。犯した罪を三人で土下座してもらおうか。していけなくて本当に申し訳ありませんでした。